僕は悪くない。だから絶対にごめんなさいは言わない。言うもんか、お父さんなんかに。いい加減に意地を張るのはやめなさいよ。お母さんは呆れ顔で言うけど、謝る気はない。先に謝るのはお父さんの方だ。確かに一日30分の約束を破って夕食が終わった後もゲームをしていたのは良くなかった。だけど、セーブもさせないでいきなりゲーム機のコードを抜いて電源を切っちゃうのはいくらなんでもひどいじゃないか。何度言っても聞かなかったんだからしょうがないでしょ。今夜お父さんが帰ってきたらちゃんと謝りなさいよ。いいわね。お母さんはいつもお父さんの味方につく。やだよと言い返す代わりに僕はそっぽを向いた。お父さんに叱られたのは夕べ。丸一日経ってもごめんなさいを言わなかったのは新記録だった。いい？今夜のうちに謝って仲直りしときなさいよ。明日からお父さんウィークなんだから。喧嘩したままだとつまらないでしょ、ひろしだって。毎月半ばの1週間ほど、お母さんは仕事が忙しくて帰りがうんと遅くなる。その代わりお父さんが夕食に合わせて早めに帰ってくる。それがお父さんウィークだ。お父さん、ひろしが良くないことをしたら叱るけど、ひろしのことが大好きなのよ。わかるでしょ？今朝もひろしはまだ拗ねてるのかって落ち込んでたのよ。ほら、そういうところが嫌なんだ。僕は拗ねてるんじゃない。お父さんと口を聞きたくないのはそんな子供っぽいことじゃなくて、もっとこう、なんていうか、もっと特製カレーを食べれば機嫌も治るさって張り切ってたから、晩ご飯の前にお菓子食べたりしないでよ。またカレーなの？文句言わないの。だったら自分で作ってみれば。学校で家庭科もやってるんでしょ？6年生になったのに遊んでばかりで家のことちっともしないんだから。まったくもう。お母さんはいつだってお父さんの味方だ。それが悔しかったら何があっても絶対に謝るもんかと心に決めた。お父さんウィークの初日、お父さんは早速特製カレーライスを作った。ほら食べろ、おかわりたくさんあるぞとご機嫌な顔で大盛りのカレーをバクつく。でもお父さんは料理が下手だ。じゃがいもや人参の切り方はでたらめだし、芯が残っているし、何よりカレーのルーが甘ったるくて仕方がない。カレー皿に顔を突っ込むようにしてスプーンを動かしていたら、お父さんが、まだ怒っているのか、と笑いながら言った。ヒロシも結構根気あるんだな。根気とはちょっと違うと思う。どっちにしても返事なんかしないけど。この前いきなりコード抜いちゃって悪かったな。あっさり謝られた。最初の予定ではこれで僕も謝れば仲直り完了のはずだったけど、僕は黙ったままだった。でもな、一日30分の約束を守らなかったのはもっと悪いよな。わかってる、それくらい。でも分かってることを言われるのが一番嫌なんだってことをお父さんは分かってない。で、どうだ？学校、最近面白いか？ああ、もう、そんなのどうだっていいじゃん。言葉がもやもやとした煙みたいになって胸の中に溜まる。知らん顔してカレーを食べ続けたら、お父さんもさすがに諦めたみたいで、そこからはもう話しかけてこなかった。お父さんウィークの初日はそんな風におしゃべりすることなく終わった。
次の日の夕食もカレー。夕べの残りを温め直して食べた。普通のカレーだと一晩置くとコクが出て美味しくなるけど、特製カレーの甘ったるさは変わらない。なあヒロシ、いい加減機嫌直せよ。しつこすぎないか。お父さんは夕食の途中、ちょっと怖い顔になって言った。僕も本当はもう仲直りしちゃおうかなと思っていたところだった。でも先手を打たれたせいで今さら謝れなくなった。ここで謝るといかにもお父さんにまた叱られそうになったからみたいで、そんなの嫌だ。もしもし、ヒロシ君、聞こえてますか？お父さんは手のひらをメガホンの形にして言ったけど、僕が黙ったままなので、今度はまたおっかない顔に戻って、いい加減にしろ、と睨んできた。僕は肩をすぼめて、カレーを食べる。美味しくないのに、バク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 、休まずに食べ続ける。自分でも困ってる。なんでだろうと思ってる。今までならあっさりごめんなさいが言えたのに、もっと素直に話せてたのに。特製カレーだって3年生の頃まではすごく美味しかったのに。二人で黙ってお皿を片付けている時、お父さんは、頭が痛いな、とつぶやいて大きなくしゃみをした。風邪ひいたんじゃないの？薬を飲んで早く寝た方がいいんじゃない？言いたかったけど言えなかった。翌朝、自分の部屋から起き出した僕と入れ替わるように、お父さんは、悪いけど先行くからな、と朝食も食べずに家を出て行った。お父さんウィークではよくあることだ。会社から早く帰ってくる分、朝は一番乗りして夕べできなかった仕事を片付けるのだ。お母さんはまだ寝ている。これもお父さんウィークのいつものパターン。仕事が忙しい一週間のうち、特に忙しい何日かは家に帰るのが真夜中の2時や3時になる。その代わり次の日は普段より少しだけゆっくり出勤すればいいのだという。食卓には目玉焼きと野菜炒めのお皿が出ていた。黄身が崩れているからお父さんが作ってくれたのだろう。朝は時間がないんだからおかずなんか作らなくてもいいのに。目玉焼きぐらい僕はもう作れるのに。でもお父さんは、火を使うのは危ないからとオーブントースターと電子レンジしか使わせてくれない。それがいつも悔しくて、でもお父さんが眠い目をこすりながら僕のために目玉焼きを作ってくれたんだと思うと嬉しくて、でもやっぱり悔しくて、そうは言っても嬉しくて、行ってらっしゃいを言わなかったから急に悲しくなってきた。朝食を終えて自分の部屋に戻ったら、ランドセルの下に手紙が置いてあった。お父さんとまだ口を聞いてないの？お父さん寂しがっていましたよ。絵の得意なお母さんはしょんぼりするお父さんの似顔絵を手紙に添えていた。学校にいる間、何度も心の中で練習した。お父さん、この前はごめんなさい。言える言える、大丈夫大丈夫、と自分を元気づけた。うげ、そんなの言うのってかっこ悪いよ、と自分を冷やかす自分も胸の奥のどこかにいるんだけど。夕方家に帰るとお父さんがいた。風邪ひいちゃったよ。熱があるから会社を早退してさっき帰ってきたんだ。パジャマ姿で今に出てきたお父さんは本当に具合が悪そうだった。声はしわがれて咳も出ている。晩ご飯、今夜は弁当だな。お父さんがそう言った時、思わず僕は答えていた。何か作るよ、僕作れるから。
え？大丈夫、作れるもん。お父さんはキョトンとしていた。でも一番驚いているのは僕自身だ。家で作ったご飯の方が栄養あるから、風邪も治るから。なんて全然言うつもりじゃなかったのに。いやでも、と言いかけたお父さんは少し考えてから、まあいいかと笑った。お父さんも手伝うから。で、何を作るんだ？答えは今度も考えるより先に出た。カレー。だってお前、カレーって昨夜も一昨日も。でもカレーなの。いいからカレーなの。絶対にカレーなの。子供みたいに大きな声で言い張った。ほっぺたが急に熱くなった。じゃあカレーでいいか。お父さんは笑って台所の戸棚を開けた。一昨日買ってきたルーが残ってるからそれ使えよ。戸棚から取り出したのは甘口。お子様向けのうーんと甘いやつ。お母さんが、ひろしはこっちねと僕の分だけ別の鍋でカレーを作っていた低学年の頃は、ルーはいつもこれだった。ダメだよこんなのじゃ。僕は戸棚の別の場所からお母さんが買い置きしているルーを出した。だってひろし、それ中辛だぞ。辛いんだぞ。口の中ヒーヒーしちゃうぞ。何言ってんの？お母さんと二人の時はいつもこれだよ。お父さんはまたキョトンとした顔になった。お前、もう中辛なのか？意外そうに半信半疑で聞いてくる。ああ、もうこれだよ。お父さんって何にも分かってないんだから。呆れた。うんざりした。でも、そうか、ヒロシも中辛なのか。そうか、そうか。と、嬉しそうに何度もうなずくお父さんを見ていると、なんだかこっちまで嬉しくなってきた。二人で作ったカレーライスが出来上がった。野菜担当のお父さんが切ったジャガイモや人参は、やっぱり不格好だったけど、芯が残らないようにしっかり煮込んだ。台所にカレーの香りがプーンと漂う。カレーはこうでなくっちゃ。お父さんはずっとご機嫌だった。いやー参ったな。ヒロシももう中辛だったんだな。そうだよな。来年から中学生なんだもんな。と一人で喋って、風邪も治っちゃったよ。と笑って思いっきり大盛りにご飯をよそった。食卓に向き合って座った。ごめんなさいは言えなかったけど、お父さんはご機嫌だし、今度は別の料理も二人で作ろうかと約束したし、残り半分になった今月のお父さんウィークはいつもよりちょっと楽しく過ごせそうだ。じゃ、いただきます。口を大きく開けてカレーを頬張った。僕たちの特製カレーはピリッと辛くて、でもほんのり甘かった。